さあやっていきましょう。最後ですね、一番可愛いあなたと。いやなんか早いな、でもやっぱウィンターロマンスの一番可愛いあなたと。本編がすごい、ボリュームがすごいだけに。1問目は丸、2問目も丸、丸三角バツバツバツ丸三角って何。大晦日を迎え、あと数時間でお正月。そんなギリギリの雰囲気の中、私と五郎くんの戦いは続いていた。おめでとう、追試クリアです。やったー、よかったですね風文寺くん。翔ちゃんもありがとう。嬉しいのはわかりますが、むやみに人に抱きつくものではありません。ましてやちょっと待って、なんかピピになってる、なんかなってる。誤解も招かれます。ちょ、異性ならいいんだ。銀ちゃんの真似してマイスイートハリー先生。先生こら、ゴロくん、銀次の真似なら弾くわよ。いいじゃない、いいじゃない。ゴロちゃんと先生はこの合宿中どつき合いしてることになってるんだし。そうだな、どつき合いの喧嘩だな。おらどつき合いか、喧嘩するの仲がいいってやつか。それを言うならお付き合いでしょ。うん、そっちの方がいいかも。風文寺くんの追試クリア記念にささやかですが年越しそばを用意いたしました。できたんだ、できたんだ、そっか出来上がったんだね。よかったよかった。ドン、よいしょ、ドン、こっちこそドン、ポッペラッとドンドンド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 ン。ねえゴロくん、これってどつき合いっていうよりおしくらまんじゅうって言わない、手押し相撲じゃね。風文寺くんの追試クリア記念に虫、二階堂先輩虫を用意いたしました。なんと二階堂先生が作ってくださったのよ。ということは翔ちゃんの峰打ち。そう、翔ちゃんの峰打ち。飛ばすな、飛ばしてくるな。びっくりだよ。手打ち手打ち、日本刀は使ってないと思うわ。おそばって日本刀で切るんじゃないの。ズバッ、気合い入れすぎだろ。四角てでかくておそば用の包丁で切ります。そっかそっか、よーし、翔ちゃん特製のテテウテな年越しそば食べちゃうぞ。テテウテツッコミ飛ばしてんだ、なんかあれ違うの、テテウテって何、テテウテって何。二階堂先生なら日本刀でそばをザクザク切ってもおかしくないわよね。どういう印象持ってんの、どういう印象持ってんの。うん、翔ちゃんならできそう。二人とも私に一体どういうイメージを持っているんですか。峰打ちではなく手打ちです。そっかそっか、よーし、だから手打ちだってば。それにしても温泉が湧いたのは嬉しいけど寂しいわね。なんかすごいことになってる、温泉置いてある川が侵略されてんだけど、どんだけ湧いてんのこれ。二人でスケートをしていた川辺はもうすっかり温泉の湯気に覆われてしまっている。そうだね、なんかもうパラペ氷が溶けちゃってるね。もうここでスケートはできないのかしら、任せておけ。ウィングボン永田、せっかく先生もスケートが上手くなってきたとこだったのにさ。ちょっと残念ね。年が明けたら麓の町のスケート場に行こう。多分人いっぱいだけど。そうね、それがいいかもね。よーし、明日は初詣しつつみんなでスケート大会だ。うんうん、パーッと楽しもうね。まあね、もう追試クリアだもんね。五郎くん以外のみんなも追試は無事合格やったね。ほっとした。つか書道のやついなかった。ウィングモンか誰か書道とか言ってなかった。どういう合格基準なのそれ。 T6 と B6 のみんなはウィングモンが用意した湯飲み木で飲み木で温泉でゆったりくつろいだらしい。さすがに私とクゼさんは入るのを遠慮したので実態は不明。まあそうだよね。よかったよかった、クゼちゃんもか、クゼちゃんもちゃんと遠慮したのね。ハーフロールがまた清春くんの悪態を、いたずらを怒っていたけどきっと正しかったんだと思う。パンツがなくなったりしたんだろうな。ハーフロールの服が全部ドブに捨てられてるみたいな、そういうのあったんだろうな。みんなが戻ってきて食べた二階堂先生の作った年越しそばはとても美味しかった。さすが手打ち。 T6 B6 みんなが取り合いをするくらいだった。だがその後はウィングボンの用意したナイタースキー場で年越し。待って待って、スキー場用意した。はじめくんと水木くんの犬ぞりに乗ったり、日原くんと鎌倉を襲撃したり。ちょっと待って待って、なんか汎用用に書かれてないこれ、なんか何ていうこと、鎌倉襲撃。館に戻ったらハーフロールの詰めたおせちは美味しくて、 T6 の隠し芸は愉快で元旦を楽しく過ごした。
昨年は波乱万丈でしたが、いい年でした。今年も一年いい年になりますように。五郎くんも無事に追試に合格し、あとはゆったりと温泉を堪能して帰るばかりとなった二日目。来年も先生とみんなと楽しく過ごせますように。神頼みすることなどない。俺が欲しいと望むものは全て手に入れる。とか言いながらお前パンパンってやったろ今。ちゃんと手やってたろ。習わしにはしたがってるだろ。サッカーリーグ頼むから、そろそろゴニョ勝てますように。これ何これこいつらの悩みは見せないようにしてんのこれ。 T3 パブリッシャー、そういうこと。ビスコンティが有名になれますように、大学に合格できますように、家計簿から赤字が消えますように。お前無にある必要ねえだろ。お前ほぼ全部言ってんだから無にある必要ねえだろ。今年こそ絹笠お化けをなんとかできますように。すごいよな絹笠先生。ちょっと気になるとこあるよな。お前は最初からむにゃむにゃだ。水木未だここにいたって謎が多いもんな。いやもうトゲもね。なんか昔ながらの甘酒って書いてあったな。世界征服できますようにくらい祈ればいいのに。 B6 ね、これは見てるね。それはどこの侵略者ですか。いや地球侵略するつもりはないけど、そのぐらいビッグな願いとかすればいいのにとか思いません。全く思いません。陰剣メガネは黙ってろ。 Be ambitious 少年よ、大志を抱け。普通が一番だよ。人並みに暮らせて人並みに過ごせる以上の幸せはないよ。まあその言葉は正しいんだけどさ、大谷先生も普通じゃない。普通じゃない空気を醸し出してんだよな。でもちっとでいいから去年よりいい年になってほしいな。今年こそ先生を寄せに誘えますように。なんか小さくまとまってるな。そういう桂木先生はどんな願いをかけたんですか。三連単万馬券が当たりますように、じゃなかったら大穴が当たりますように。中央じゃなくていい、地方でもいい。にょにょにょ、競馬場のことなのかな。中央とか地方競馬場とかなんかたまに聞く気がする。呆れた願いですね。先に借金を返せるようにと祈るべきでしょうね。借金返すために一発当てるんだろ。その他力本願な考えがまずよろしくありませんね。なあ、地道に競馬新聞拾って四季報も読んで努力してる。競馬新聞拾ってんの。買えよ、せめて買えよ。うわ、翔ちゃんと銀ちゃん新年一発目の喧嘩してるよ。きっとあの二人はあれで仲がいいのよ。そうだね、借金するほど仲がいいって言うもんね。うん、それ仲いいのかな。それは仲悪くなる気がするけどな。びっくりだよ。借金できる相手がいるのは仲がいいのか、どうなのか、それちょっと良くないけどな、そもそも。そこは喧嘩するほど仲がいいじゃないかな。もちろん、借金できるなら仲がいいとは思うけどよろしくないよ。そうなのか。変なこと覚えちゃったよ、ゴロ君が。本当に嫌いだったら、話だってしたくないはずでしょ。ああやって喧嘩するのは仲がいい証拠なのよ、まあね。じゃあ、ゴロちゃんも先生と喧嘩したいな。と付き合うか。喧嘩なんてしようと思ってできるものじゃないわよ。さて、私はもう一つお願いをしますか。もう一つ、ほう。桂木先生、二階堂先生からも借金してたの。大鳥先生とは してるんだよね。らしいよ。実は一番お金貸してるの翔ちゃんって。まあ見過ごせないタイプなんだろうな翔ちゃん、性格的にも。出来悪い子ほど見過ごせないタイプっぽいもんな。銀ちゃんにとってはポペラ恩人じゃない。なのになんであんなに突っかかるのかね。照れ隠しじゃない。ほら、若いうちは素直にありがとうとか言えないものだし。じゃあ、みんながそれぞれの進路に進めますように、五郎くんの願いが叶いますように。先生、今度は何をお願いしたの。恥ずかしいから秘密。さすがに本人たちの前でそれを言うわけにはいかない。恥ずかしいお願いってどんなお願い。誰にも言わないからコロちゃんにこっそり教えて。ダメ、内緒。ケチ、教えてくれないとポペラくすぐっちゃうぞ。こらダメダメったら。教えて。笑い声って難しいよね。笑い声って当てれなくていつも苦しんでんだけど俺。ダメダメ、先生ってば口が固いな。
まるで蚕みたい。蚕ですか？蚕って口硬いのかな、わかんないけど、柔らかそうだけど、むしろそれを言うなら貝みたいです。蚕だったらプシューっていっぱい出しちゃうでしょ。ゴロちゃん、蚕ってよく知らないけど、そうなんだ。チェー、もういいよ。結構なんかウィンターロマンスマン、やっぱツッコミとかシステム上残ってるだけみたいな感じで、あんまり深掘りされないな。蚕は頑丈な繭を作るのよね。ものね。シルクには UV カット効果もあるらしいよ。知ってんじゃねえかよ、蚕について。ゴロ君、美容関係には妙に詳しいわよね。 UV は大事だよ、 UV は。言ってたね。お姉ちゃんの受け売りだ。ああ、お姉ちゃんの受け売りだったんだ。UVA から BC と説明してくれたもんね。ゴロ君のお姉さんか、一度会ってみたいな。会うタイミングがあるのかな。チェー、もういいよ。やばい、怒らせちゃったかな。ゴロちゃんは先生とのことお願いしたのに、先生だけずるい。私とのことってどんなこと。秘密です。気になる。教えて。ダメ。教えてくれないとくすぐっちゃうぞ。こちょ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 。何されてもダメよ。先生こそ何をお願いしたのかポロッと教えなさい。こちょこちょ。これを見てる他の面々はどう思ってんだろうな。秘密よ。二人とも何をおかしなことをしているんですか。それが、ゴロ君が何をお願いしたのか話してくれなくて。先生がお願いしたこと教えてくれないんだよ。子供っぽいことで喧嘩をしない。みんな、もう移動を始めています。さ、行きますよ。修学旅行みたいになってきたな。はい。そこのお客さんたち、来たか。饅頭を食べていかないかい。この展開あんのかよ。地元で採れたものをありったけ詰め込んだ、美味しくて縁起のいいお饅頭だよ。お、先生、お饅頭売ってるって。お客さんたち綺麗だね。観光できたの？はい、西欧でいいの？これ西欧？西帝って西欧にあるの？西欧ってどこだよ？西欧から来ました。あ、一箱ください。うわ、都会だ。やっぱり都会の方にはこんな美人がいっぱいいるんだね。あ、でもなんか都会っていうよりなんかこう南側の方が美しい人がいるとかよく言うけどね、九州側の方が。そんなお世辞を言っても追加は一箱だけですよ、追加すの。先生乗せられやすいな。いやいや、お世辞じゃないって。あんたらみたいなのが藍染めの女神コンテストに出てくれたらね。藍染めの女神コンテスト、何ですか藍染めの女神コンテストって。商店街が町おこしのためにやってるミスコンテストなんだけどね。もう温泉の方が町おこしになるじゃない。あれ、応募者自体は多いんだけど、毎年応募するのがミセスしかいなくてね、まだ一回もミスが出たことがないっていうコンテストだよ。なんか面白そうだね、先生。でよ。ちょっと、そんな簡単に出られるわけないでしょ。大丈夫、まだ受付中だよ。このおじさん食わせ物だな、意外に。何を隠そう、我が饅頭屋がミス女神コンテストの協賛です。なるほど、やけに詳しいのはそういうわけなのね。じゃあここに名前書いてね。あ、あだ名でもいいですよ。あだ名でいいの？いいの？ハーフロールっと。勝手に他人の名前書いたか。キヌガサっと。じゃゴロちゃんと先生2人出場っと。こらこら、ゴロ君、開始は1時間後ですから忘れないでください。そんな直前エントリーできんの？ちょっとゴロ君、いくらなんでも無茶でしょ。ああいう看板あるよね、右側の。ああいう飛び出し注意の看板あるよね。なんか雪だるま可愛いね。誰で作ったの？何が？私はともかく、そのゴロ君は心はともかくもう男の子じゃない？知ってるよ、ムスコンテストだよね。ムスコンテスト、ムスコンテストはちょっと怪しいな。陰微な響きがあるな、ムスコンテスト。びっくりだよ。そうそう、どれだけ親孝行かを競い合うって。違う、あ、そっちね、健全だったわ。ミスコンテストです。ミセスも毎年出てるんだし、ゴロちゃんもいけるいける。ゴロ君が出場したいなら分かったわ、私は何も言いません。でも私は遠慮させてね。さすがに私は美女コンテストなんて出場できるほど自信ないから。うん、綺麗だけどね、空子綺麗だけどね。ムスコンテストか。いい男のいい男による、いい男を決める愛の祭典。愛の祭典、藍染めムスコンテスト。ドキドキしてこない？やっぱ陰微な響きがあるのか。これは本当にあったらドキドキはするけど、ミスコンテストなんだし、出場資格は女性に限られると思うのよ。ミセスも毎年出てるんだし。ゴロちゃんだけなんて寂しい。先生も一緒に出る出る。ゴロ君には内緒で
直前になったらそっと危険使用も直前だよ1時間前じゃんもうほぼ直前だよ。ところがそうは肉屋がおろさぬのだったブー、うん、ふんふんへー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 ブー太郎かなブー太郎かなこれ肉屋をあれ違うの問屋じゃねえのちょっと待ってさて本当のところどうしよう。女神コンテスト思いとどまる危険する道連れを作る道連れを作ろうねえクゼさんも出場しましょう。何の冗談ですかクゼちゃん。やっぱりそう思うわよね。やっぱり危険しようかな先生。それだけクゼちゃん、コンテストに出場する人は振り袖が着られるらしいよ。振り袖か。じゃあ危険しよう。すごいすごいな。猫ちゃんを全力で応援するぜ。どんどん出てくるなお前ら。お饅頭を買ったら投票権が1票あるんだよ。何そのなんかどこぞのアイドルグループみたいなシステム。いつくらいことか。これは公民クラブの生徒に、こちらは校長先生。ちょろいなちょろいなちょろいな理由つけて買ってんな。先生絶対優勝してくれよ。俺たちお饅頭買いまくるから。あと2匹なくしてくる。急ごしらえですが先生のファンクラブも作ってあります。どうやって頑張って優勝してください、ね、どうやって。いや急ごしらえじゃねえよ。ファンクラブってそんな簡単に作れんの。プレー子猫ちゃん。こいつだけかな。頑張れ頑張れ子猫ちゃん。 LOVE33 サダはなんか真っ当にオタクしてそうだなすごいすごい真っ当にオタクしてそうだなあ、わかった。あ違うか、パンダか。そっか、翔ちゃんのとこについて、あれクマ好きだから、翔ちゃんクマが好きだから、そういうあれかなと思ったけど、クマともなんとも言いづらいな。あれいつの間にか T6 がやる気満々。解説しますね。うん、大して何もないね。なんでこんなに話が大ごとになってるの。キヌちゃんにちょっと話したらみんなポピュラノリノリになっちゃった。あ、これ合流してんのもうもしかしてやけに長いだと思ったけど。思いとどまる。自信はないけれどやると決めたんだから私なりに頑張ろう。話は聞いたぞ。俺たちも担任を応援する。ああ、だからちゃんと続々と来るんだな。ってことは B6 ってこと。そういうことか。もうちょっとやる気出して。賞金が入ったらみんなにたこ焼きをおごってくれたこ焼きでいいの。たこ焼きだったらそのままおごってやるよ。おい、なんだよおいって、おいってなんだよ。かけー。 B6 がものすごく乗り気だ。どうしよう、本当に危険したくなってきた。先生あのね、コンテストに出場する人は振り袖が着られるらしい。先生の方はあれ合流してなかったのか。振り袖、さっきおまんじゅう屋のおじさんに聞いたんだけど、絹でできたすっごくいいお着物なんだって。すっごくいいお着物。ウェディングドレスの次に女の子の夢、振り袖。そうなの、そうなの。それはわからんわ。それそうなんだ。ウェディングドレスはわかるけど、それも化学繊維の安物じゃなくて絹のすごくいいお着物。やりましょう五郎くん。